はい、えー、今またきょう梨屋さんの方からですねアライグマを取りに来てくれっていうことで、えー、行ってきました、えー、<coughs> アライグマですね本当に今ちょっとまだちっちゃっかなり小さいんで子供ですね でアライグマの特徴としてはこのちょうどもう今おとなしいからあの尻尾のしましまこれですね尻尾のしましまと本当にこの今手が出てるんですけどこの手これを思いっきりあのうまく上手に使うんですよね本当にでまあスイカなんかはもうほとんどこの爪 今手を1個引っ込めましたけどこの爪がすごい。で結構アライグマについて病原菌をかなり持ってるってことでもうほとんど害獣ですよね。いい,いことは何も一つもないですねこれ、あのー。家なんかはガタガタになっちゃうし、あのー、かなりの病原菌を媒介するってことで。 あの本当に害獣ですねよく家の屋根裏に入るのはもうこれアライグマとハクビシンですかねタヌキはさすがに木を登らないのであのアライグマについてはもう本当にこれ木登りが得意得意で爪を伸ばして平気で木を登ってやっぱり梨畑なんかで 悪さをしてきますね、本当に <laughs> でもうまだちっちゃくて子供なんですけどねもう少しかなりあったかくなってきたんでダニとかも出てきてるからあのー、もう早めにこれもあれですねはいそれでは。 まあ、いつものところに今持ってきてえー、とそれではタヌキのところへタヌキがいつもかかるところなんですけど、えー、今回はまあ雨がずっと続いてたんでここですねまああのー、かかってないですねよしそれでは ここまでです。